高田風鈴が解いた兄弟の英語はどうなるか、答え割れてます予備校で、もうね嫌になっちゃうねこんなんで、さっきの駅で降ろしてくださいって英語にしても。さて始まりました、もちゃちゃんです。さあやってきましたこの企画、まあねリクエストがあったんでやりたいと思います。2014年高田風鈴が解いた兄弟の英語はどうなるかっていうのをやっていきたいと思います。はい、分析します。トイック満点の講師が本気で分析したいと思います。じゃあ見ていきますね。まあいわゆる昔ながらの兄弟ですね。2014年は和訳と英訳だけっていう、もうゴリゴリのですね、構文見抜いてギャーみたいなね、そういう感じの問題だったんですが、そうですね、2021年はそういう兄弟に戻りましたね。共通テストっていうのが出てきたっていうのが原因なんじゃないかとかってね言われてますが、説明問題が多かったんですよ最近の兄弟ってね。そう、和訳問題がすごく減ってたんですが、2021年はガラッとですね、また和訳中心に戻ったんですが、でも予備校のね答えも割れちゃうっていうね、大変な問題だったんですけど、じゃあ2014年ですね、7年前どうだったんだっていうんですが、7年前も答え割れてます予備校で、物議を醸し出してます問題で。やはり兄弟ってむずいんです。見ていくんですが、まあね長い、和訳もさ英訳も長い、なんでこんな長いのっていうね。で全体的な難易度どうだったかって、むずい、難しいよマジで。じゃあそれぞれ見ていきましょうか。1問目から、まあよく出てくるねこの哲学と科学の話、まあ兄弟超品質なトピックなんですけども、だからいろんな予備校の教材とかにもよく入ってますね、哲学と科学については。見てみると That's why we teach the history of the field to our students and scientists who cheerfully ignore philosophy do so at their own risk. There is no such thing as philosophy free science, just science that has been conducted without any consideration of its underlying assumptions っていう風にみたいなね、なると思うんですが、これが予備校の答え、バラバラです。調べた結果ですね。まあもう当然今は見れないんで、ほとんどの呼び込みは。めっちゃむずいよ、これ。そう、河川だけじゃ無理なんですよ。ちゃんとね、文脈を分かってないと無理なんですけど、The Field って言ったって何のフィールドか分かんないですけど、これ哲学ですね。この学生にね、哲学の歴史を教えるんだよって言ってて、Scientists who cheerfully ignore philosophy ですね。だから進んで哲学を無視する科学者がいたら、で、この do so っていうのが、このフィロソフィーをね、無視するってことじゃないですか。で、その無視するのって危険なんだぜっていうことを言ってるわけですよ。でもこの do so を指すものを teach のところとかって間違っちゃったりすると、もうおじゃんっていうですね。で、there is no such thing as ですね。これが such as になってて、philosophy free だからフィロソフィーっていうものがないっていうですね。何々 free っていうとそれがないわけじゃないですか。the philosophy free science。哲学がないサイエンスなんかない。で、この just science ですね。ここがいろんな予備校で分かれたところで、で、これを同格と取っちゃダメですね。これサイエンスとサイエンスをつなぐって取っちゃダメで、こういうサイエンスはない、ただこういうサイエンスがあるだけだっていうやつなんですよ。これだからこそバットとか入れないと分かんねえよっていうね、このジャストの前に非常に難しいやつですね。ああアンダーラインで根底をなすみたいなね、根底をなす前提を考えないで行われてきた科学が存在するだけであるみたいに訳さないといけない。でこれは文脈がないと分かんないんですよ。これが同格だと判断しちゃうと、あれ文脈に合わないぞっていう風になるね、激ムズ問題です。ですが not that professional philosophers don't make and even defend the old mistakes too。 これは not that、 it is not that っていうね、だからといってなんとかなわけではないね。まあ it is not that 自体は出てくることはありますね。ただこの it is が省略されて not that だけでっていうのは、まあまず出題されないです。普通はだからこのプロのね哲学者っていうのはミスをしないわけじゃないし、そのミスをね、擁護することなんでないよ、というふうに言いたいわけじゃないよ。If the questions weren't hard, they wouldn't be worth working on. で、仮定法ですね。その問いっていうのがこう難しくなかったら、取り組む価値がないってやつね。もうこれは仮定法とワーサー NG の後ろをかけてるっていうんですね。ワークオンはよく説明しますよね。結構ね、面白かったです。なんかその後とか、Making mistakes is the key to making progress とか ね、ミスを犯すことっていうのは進歩への鍵であるとかっていうのはね、面白かったですけどね。まあ難しい単語いっぱい出てて、中が全然ついてないね。Fall only とか出てるね。はい、そして次のね、和訳めっちゃ長い。While other disciplines specialize in getting the right answers to their defining questions, we philosophers specialize in all the ways there are of getting things so mixed up that nobody is even sure what the right questions are, let alone the answers. 長い。Asking the wrong questions risks
Setting any inquiry off on the wrong foot. Whatever that happens, this is a job for philosophers. じゃあ、むず。問いに正しいアンサーっていうのをゲットすることを専門とすると。それに対してフィロソファーっていうのはそうじゃなくて、まあ、スペシャル専門としている。There are, いや、これ all the ways がかかってめんどくさいですね。There are all the way of getting things so mixed up ね。物事をこう、複雑にするっていうさ、get things mixed up でしょ？で、そこにそうだとか入っててってことだよね。はぁ、すごい、そういったもの全部、こう、フィロソファーがやるんだぜみたいになってるわけですね。もうね、嫌になっちゃうね、こんなんで。はい、続いて第問2。あ、マスマティシアンズの話でしたね。数学者。数学の YouTuber さんたちとかのよくね、出てくるあの、ポアンカレが出てますけど。私は、Some studies address the teaching of undergraduate mathematics, but those are relatively few. There are significant differences between learning and teaching existing mathematics and creating new mathematics. ってことですね。大学学部生の数学のね、指導法、教え方とかを扱っている研究もあると。でも、それは比較的少ない。大学の数学のチャンネルもありますね。で、There are significant differences. 違いがあるって言って、Between learning and teaching. これ、Between A and B でここ繋いじゃダメですね。Existing mathematics and ここですね。既存の数学を学んだり教えたりすることと、Creating new mathematics. 新しい mathematics を作るっていうのは全然違うよって。次の問題とかすごいの。What emerged very strongly was the vital role of what, for lack of a better term,must be described as intuition. この for lack of a better term っていうのが挿入句ですよね。よりいい用語がないってことですね。よりいい用語がないので intuition 直感と表現されなければならないものの決定的な役割っていうのがこうはっきりと出てきたと言ってで some feature of the subconscious mind guided their thoughts その潜在意識の特徴っていうのがその彼らの考え導いていったんだってことね。The most creative insights did not arise through step-by-step logic, but by sudden wild leaps. ね。まあ、これ、兄弟によくあるパターンだね、これ、ね。その insights ね。まあ、何かしらのこう見識だったりとか洞察っていうものが、step-by-step ですね。一個一個のロジックで出てきたんじゃなくて、sudden wild leaps。いきなり、こう、ボーンと飛躍したことによって。だから、リープを知らなくてもこれわかるわけじゃないですか。あ、step-by-step とこれ対比されてるなっていうので、出すことができるやつね。not a bad b で。バッタンとか出てる。アダマントとか、研究の時覚えたな。インキュベーション。はいはい、負荷ね。最後の絵が長い。On the one hand, you won't solve a difficult problem unless you make yourself familiar with the area to which it seems to belong, along with many other areas which may or may not be related, just in case they are. これもよくあるパターンですね。兄弟がやるやつ、省略が出てくるやつ。一方では、まあ、問題は解けない。数学の問題とかね。その分野に精通してなきゃ。で、その問題が、属している。で、さらには他のエリアにも精通してなきゃいけない。これもよくあるパターンですね。で、which may or may not be related ですね。はい。関係しているかもしれないし、関係してないかもしれない。数学に。で、just in case they are related ですね。これね。もしかしたら関係してるかもしれないから。そう、だから数学だったら数学だけやるんじゃなくて、他のところにも精通してた方がいいってこと。On the other hand, で、もう一方で、if all you do is get trapped into standard ways of thinking, which others have already tried fruitlessly,Then you will be stuck in a mental swamp and discover nothing new. で、あなたがすることっていうのが、もうすでに誰かがやってて、fruitlessly ですから効果がないよね。結果が出てない。で、そういった標準的な考え方に、もうトラップですね。そこに引っかかっちゃってるんだったら、頭の中の沼ですね。スワンプ、沼にはまっちゃってて、新しいものを発見できないよっていうふうに言ってますね。これ面白い話でした、結構。で、まあ、いろんな大発明をした人とかっていうのが、ポアンカレの話とかも、バス降りてる時に、はって思いついたとかね。アルキメデスっていうのは、お風呂入ってる時に思いついたとかね。そして、和文英訳です。いや、むずいよ、これ。いや、相変わらずなんて訳者いのっていうのね。近年、電子書籍の普及が急速に進んできた。はい、ebooks ね。アメリカほどではないが、日本でもパソコンや耳慣れない機器で、文章を読む機会は増える一方である。ああ、Kindle とかかな、この当時。しかし、中高年層に限らず、紙の本でないと、どうも読んだ気がしないという人も多い。そうですね。で、これをね、うまく訳したよね。まあ、中高年層とかっていうのは別に無視して訳してもいいと思うけど、どうも読んだ気がしないとかね。論文でも小説でも普通にコンピューターで執筆される時代だけれども、きちんと製本された真新しい本には何とも言えない味わいがあるらしい。製本されたとか知ってんの？そして何とも言えない味わい。いや、難しいね。まあ、なんてやるか。自分だって魅力とかやるかな、これを。
昨日通勤帰りの満員電車で揺られていたら、揺られていたら別に乗ってたでいいんじゃない。小学生ぐらいの男の子が大きな声を張り上げて車内の人混みをかき分けて走ってきた。まあ張り上げては叫ぶできるから、かき分けて。子供は頬を真っ赤に染めて、まあ顔が赤いとこかな、これだと。運転手さん、さっきの駅で降ろしてください。さっきの駅難しいで、さっきの駅で降ろしてくださいって、なんていうか戻ってっていう。だってただただ、さっきの駅で降ろしてくださいって英語にしても、言えんの？だって過去に戻んなきゃいけなくなっちゃうよね。もしそんなこと言ったら。タイムスリップしてるみたいに感じちゃうの。そしてたちまちのうちに私の目の前から姿を消した。まあ目の前とかって言わなくてもいいのかな。忘れ物でもしたのだろうか。だとしたらあの必死の形相からして、必死の形相ね。よほど大事なものだったに違いない。はい、難しいですね。はい、こんな感じで昔の問題やってみましたが、どうだったですか、皆さん。できましたか。こんなん無理だって、うん、よくわかります。ということで結論、まあ高田君何点英語を取ったか知らんけど、すごい問題を解いてたってことです。いやマジで難しいですよ、めちゃめちゃ難しい。こんなん本当予備校講師泣かせ。いや超大変だと思いますね。いやすごい、この力を持ってね、東大に注いでいればね、受かってたかもしれないんじゃないですかね。まあでもリスニングが東大、やっぱ全然違うもんね、こういう兄弟ってね。ゴリゴリにほら、訳すだけだけど、東大は全然違うからね。東大の大学院とかのね、入試だとね、こういうのいっぱいあるんですけどね、このゴリゴリに訳すだけのやつね。うん、人文社会系の研究家とか、こうでしたからね。はい、という感じでした。皆さんはどう思いましたか？はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.